か。エンジョイベースボール成功。6番レフト阿部。阿部選手第1号とホームランです。9回の表イーグルスの攻撃は
教えてください。急に吐き気がしました。ドラゴンズに来て初めての3安打猛打賞です。ちょうど妻と子供たちが見に来てるので、いい姿を見せれたと思います。そして板山さんはドラゴンズに来て、ここバンテリンドーム名古屋のお立ち台は初めてですよね。はい、そうです。今ご覧になる景色はいかがでしょうか。本当にドラゴンズファンの皆様の声援というのは、去年までいたタイガースに全然負けてないと思うし、本当にありがたいなと思ってプレーしています。まず最初に神様に感謝したいと思います。素晴らしいチャンスをいただいてありがとうございます。ありがとうございます。打球がレフトに飛んでいきました。打った瞬間の手応えを教えてください。そうですね、チャンスランナー2塁で打てるところって待ってたんですけど、いいところに飛んでもらってランナーも帰ってくれてよかったと思います。週間休みに入りますが、一つでも勝ってまたバンテリンドームに帰ってきますので、皆さんもぜひ北海道千葉に足を運んでください。今日はありがとうございました。今日の昨日は
板山裕太選手、オンランド大輔選手でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日ドラゴンズ初のお立ち台、はい、今はどんな気持ちでしょうか。いや本当にいい一日になったなっていうふうに思います。あの甲子園でのお立ち台はルーキーイヤーには立たれて、その後は、その後は東京ドームに1回、うん、3回目のお立ち台ですね。あの甲子園にたくさんのお客さん、はい、いつも入られてると思うんですけど、はい、まあ、バンテリンとはまた違った景色だったかな。どんな風、まあ、景色はもちろんあれですけど、まあ、ヒーローインタビューでも言ったように、タイガースファンの方々もすごい声援ですけど、バンテリンドームの声援も全然負けてないって思いながら毎日プレーしてたので本当に嬉しいです。あの最昇格後初めてのスタメンだったんですけど、はい、まあ、どんな思いで試合に臨まれましたか。まあ、とにかくその勝つための役割っていうか、その場面その場面で、まあ、自分がヒットを打つとか、だけじゃなくて、その場面場面で求められることを、まあ、やろうっていう気持ちで試合に入りました。あの猛打賞は結構やってますか。4回目かな。ドローンズは初めて。4回中3回バンテリン。あ、じゃあバンテリンドームは割と得意意識が、まあ、得意とは言えないですけど、まあいいイメージはあります。はい、でこれからもどんどん打ってもらって、はい、そのあの1打席目ヘッドスライディングあったと思うんですけど、はい、あれはなんか自然とそうなってしまったのか、もうガンガン自分から気持ちを出していくつもりであえてやったのか。いや、あえてやったわけではないですけど、まあ、打ってベースカバーの岸さんが視界に入った時に追い抜けるって一瞬思ったんで、自然にああいう形になったっていう感じですね。まあ、いい結果になってよかったです。そうですね。あのただセカンドの守備でも結構気が入ってるというか、うん、前面に気持ちが出ているようなタイプなのかなっていうように見えたんですけど、まあまあそれが自分のプレースタイルっていうか、あのとにかく必死にっていうか、目の前のプレーを全力でっていうのが持ち味なんで、うん、はい、そこは続けていきたいなと思います。ありがとうございます。あのヒーローになるとドアラがもらえるんですけど、ご存知デカめっすね。想像の3倍ぐらいで。これも持って帰っていい。持って帰っていい。そのまま。こちらはどなたにお渡ししますか。長男に。長男。めっちゃ喜ぶと思うし、うん、いいとこ見せれてよかったです。今日見に来てたからよかったです。じゃあもっともっともらって、はい、次男、次男、長女、長女、うん、下の子にも、うん、まあ、頑張ります。まあ、今あって家族の方も見られてた、見に来られてた。名古屋の生活はもうだいぶ慣れてきました。まあ、僕は本当球場と家の行き来と休みの日にちょっと外食するぐらいなんで、全然まだナビ使わないと、 Google マップでじゃがないと移動できない感じですけど、まあ、家の周りは僕よりあの妻と子供の方が詳しくなってて、こっちの方が近いよとかいろいろ言われます。で名古屋にも家族みんなで馴染んでいる。そうですね、はい、徐々に馴染んできてるのかなと思います。ありがとうございます。はい、あの火曜日からビジター6連戦がいよいよ始まるんですけど、はい、なんかもう自分が改めて自分が求められてる、なんていうんですかね、役割とか、うん、どんな風に思われてますか。まあ守備では本当に、どこでも守るし、まあ、打撃面では本当にそんなホームランとか打てるバッターではないですけど、まあ送ったりヒットで出塁したりフォアボール選んだりとか
いろんな、意味でチームに貢献していきたいなと思ってます。じゃあ最後にというか、まあ、球場も満員でしたし、 YouTube の先にたくさんのドラゴンズファンいらっしゃいます。はい、メッセージをいただけますか。メッセージ、本当に今日は、熱い声援ありがとうございました。火曜日から1週間遠征に出ますけど、ぜひビジター球場でも皆さん球場に足を運んでいただいて、熱い声援よろしくお願いします。火曜日からも頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あのドラゴンズの YouTube で最後勝利の儀式っていうのがあるんですけど、ご存知ですか。見たことない。見たことない。まあ、一緒にドラゴン、ああファンの皆さんがバーッとドラゴン、3、2、1は誰が言う。あ、俺が言って、でドラホー、ドラホーって言えばいい。でこれは何でもいいです。アピールしてもらえれば、ドラホーって言ったら何かアピールしてもらえれば。じゃあ行きます。3、2、1、ドラホー。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ応募してください。